犬越寺、犬越寺、犬越寺、犬越寺は、丹沢山地西部、神奈川県相模原市緑区と足柄上郡、三北町の境に位置する標高1 6 0メートルの峠である。峠をつけて、犬越寺峠、峠とも呼ばれる。日の木道丸と大室山の暗部にある峠であり、丹沢主猟の最低地点である。峠には、東海自然歩道がかかり、 神奈川の継承50線の一つに選ばれている。峠の南方が開けており、中川川沿いの西丹沢の山並みを望むことができる。相模原市緑区津久井町は根地区と足柄上郡三北町、中川地区を結ぶ犬越寺林道の犬越寺水道、全長約800メートルがの東方700メートルを貫いているが、林道の入り口にゲートが設置されているため、 現在一般車両の通り抜けは不可能である。戦国時代に海国の武田信玄が小田原の城主、北条氏康を攻める際に犬を先導させて峠を越えた。犬が越えたことに由来して犬腰寺と呼ばれるようになったと伝わる。この伝承が有名となり多くのガイドブック等ですっかり定着しているが犬腰寺の犬は犬の天下であり、 現地の方言で険しい道の意味である。犬腰地の約200メートル西側に位置する大杉丸、1168.6メートルの三頭三角点の名称は、犬小石峠となっており、犬に由来した地名が、武田信玄の伝承に結びつけられ、いつしか、犬腰地になったとの説もある。なお、大海小山と小物つ山の安部にある城が、お峠においても、 武田信玄が小田原を攻める際に越した峠として伝承が残されており、この峠の近くには地を張ったとされる信玄平や、甲州兵の炊事の際、米の研ぎ地流で沢が白く染められたとされる白水の沢、与宿川の支流など、武田信玄に由来する地名が点在している。行軍の経路については未だ不明な点が多いが、城が、お峠に比べて、犬越寺は、 急峻な峠道であり、信玄が本当に犬、腰地を越したかについては定かではない。峠は十字路となっており、東西を横切る丹沢主領重走路に、北側の神の川、関の川からのルートと南側の陽木沢からのルートが合流している。このうち南北の神の川、陽木沢からのルートが東海自然歩道に指定されている。 峠南側の西丹沢自然教室や北側の神の川ヒュッテが主な登山口であるが、この峠のみを目的として登山されることは少なく、周辺の大室山や日堂木道丸と合わせたルートの経由地として踏まれることが多い。主な登山ルートとしては次のようなものがある。 南側と山口の西丹沢自然教室から林道を30分ほど歩いた先にあるよう、木沢出会いから洋木沢沿いに上り県小指示を経て、大室山、加入道山、白石峠を回るルートである。工術の日の軌道丸西側周回ルートに比べて、ハイカーが少ないため、静かな参考が楽しめる。西丹沢自然教室から、犬、小指示を経て、 日の木堂丸へ登る人気の登山ルートである。途中の古港街、古港街から大郊外、大港街、大港街にかけては、鎖場や鉄橋語が断続する。日の木堂丸周辺では5月末から6月頭に、かけて白や塩や東北蜜葉筒子が咲き乱れ、多くの登山者が訪れる。北側登山口の神の川ヒュって、日陰、沢橋を起点とする周回ルートである。 犬越寺日の軌道丸の両線登山道は先日の西川周回ルートと重複する。登山口までのアクセスが困難であるため、このルートを取る登山者は西丹沢自然教室を起点とするルートと比べて少ない。南側登山口の西丹沢自然教室までは小田急線新松田駅もしくは御殿場線、国外駅から路線バスが出ている。マイカーの場合、 最寄りのインターチェンジは、東名高速道路多い松田 IC か、御殿場 C となる。インターチェンジを降りた後、国道246号を、神奈川、静岡県境方面へ進み、清水橋交差点を曲がって、神奈川県道76号三北富士の線を奥まで行ったところに、西丹沢自然教室がある。自然教室前の駐車場に止めることができるが、 奥の洋木沢出会いまで入ることもできる。一方、北側の神の川ヒュッテまでのアクセスは、南側と比べると良いとは言えず、マイカーやタクシーでないと、アクセスは困難である。最寄りのインターチェンジは、中央自動車道相模湖インターチェンジで、国道20号、神奈川県道76号三北富士の線、国道413号、同市道を経由して登山口に至る。 犬小江寺避難小屋は、犬小枝寺の傍らに立つ無人の山小屋、避難小屋である。かつては、青いトタン屋根の小屋であったが、老朽化が進んだため、2005年12月に建て替えられた。また、建て替えの際に雨水利用、自然浄化式汚水処理システムを採用した、簡易水洗トイレが設置された。現在の小屋は2代目にあたる。小屋は、 山岳地帯の過酷な環境に耐えられるような設計がなされており、外壁は膨張収縮に対応した板の組み合わせ、ガラス窓は二重構造となっている。また、入り口のドアは開放を防止するために自閉型のスライドドアとなっている。最寄りの友人の山小屋は、日の木道丸の山頂東側にある青が竹山層である。日の木道丸伊藤の山域の山小屋は、 友人の小屋が多いが、犬越し時制の山小屋はすべて無人小屋であるため、小もつるし山など交渉国境を根方面にへ重装する際は、寝具や自炊具などの登山装備が必要となる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。